チャンネル。今日は何だっけ、日本刀の使い方を解説してみたいでしょう。というわけでやってみましょう。さあ、というわけで今日は日本刀の切り方を解説していこうと思います。日本刀の切り方、流派だったりで利用されているとたくさんいろんな数の流派があります。その中で厳密な所作だとか力の使い方、いろいろ違ってくると思いますが、今日はあくまでも今日の僕は刀屋さんとして刀を傷めないための切り方を紹介したいと思います。はい、というわけで、まずはきちんと刀に対する敬意を持つところ、そこからいきましょう。日本刀を振り回すとき一番危ないのがここ、めっちゃ近づいて振り合うこいつ、はい、目くぎと呼ばれる部分ですね。これが振ってる最中に折れる、あるいはそもそも折れてるということがあります。これがきちんと刺さってるのかどうか、使う前には折れてないかどうかの点検もしておくといいでしょう。で、そのためにはですね、このつばなりといって、つばがカタカタいう、これは非常に良くないですね。それが鳴ってないかどうかもチェックしてあげると、一つこの目くぎが使ってるうちにどうしても竹でできてますから痩せ細ってきます。細ってないか、細ってきてたらカタカタ鳴っちゃう、だからそんな時には目くぎを一度確認してみましょう。はい、目くぎの確認忘れず、続いていきましょう。日本刀切れます、もちろん切れます、切れるんですが、刀の使い方、あんまり細かいことを今日は言いません。例えば肩、肘、膝の抜き方、あるいは手の内、この握り方ですね、手の内だったりだとか、まあ、そういう細かいことは今日は言いません。あくまでも刀屋さん目線での刀を大事に使ってほしいなという部分で解説しています。刀を振るとき目いっぱい力を込めて振っちゃうとですね、まあ、そもそも今みたいに綺麗に切れれば問題ありません。綺麗に切れれば問題ありませんが、途中で力んでしまったりだとか、刀の扱いが下手な場合ですね、切ってる最中に軌道が変わる、食い込んでしまうような切り方をしてしまうと、日本刀意外と簡単に曲がります。くねくらにいく、これくらいの勢いで本当にすぐに曲がります。なので、それをじゃあ今度どうやって直すんだとなったら、こう曲がってるわけですから、まあ、無理やり直す人も多々います。それを繰り返して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 いるうちに、当然金属です、金属疲労で刀が折れます。あるいは自分で触っている最中であれば100歩譲りましょう、まあ、よくないけど、めちゃめちゃ譲歩して折れるのを許すとしましょう。で、振ってる最中失敗しちゃいました、刀が折れました、じゃあその折れた先はどこに行くのか、当然周りに飛んでいるので非常に危険です。ですから刀がそもそも曲がらないように使いましょう。では曲がらないように刀を使うにはどうするか、芯の力を抜いて刀を扱って、これが難しいですよね。で、そもそもじゃあ力を抜いて物を切ろうとした時にはどうやって切ればいいのか、今の振り方、今の振り方で切ってしまうとなぜ切れないのか、あくまでも日本刀は道具です、道具の域を得ないので、この道具を使うからには道具の使い方、これを覚えないといけません。闇雲に振っても切れません。じゃあどうやって使うの、こういう当て方、刃が引っ先部分が遅れてくる当たり方では切れないわけです。なるべく垂直に
当ててあげると日本刀は反りがついてますから、このまま綺麗にスッと刃が入ってくれます。よく刀は押して切るんだ、引いて切るんだ、刃がいますが、これ現実には僕の中では同じ理論です。押して切るんだ刃の人は手を伸ばしなさいよ、引いて切るんだ刃の人はこの反りをうまく使いなさいよ、どっちも言ってることは僕の中では一緒です。ただその当然的な表現するかもしれない。あくまでも基本だってシンプル、刀の使い方綺麗に当ててあげましょう。それだけです。それができるようになると綺麗に切れてくれる、ちょっと足元ちょっと切れてくれるようになりますので、刀を大事に痛めずに使う、まずはそこからぜひ練習してください。今居合をしている方もこれからする方も日本刀をいかに痛めずに使う、そしてそれを教えてくれる先生に出会えるかどうか、これが大事です。さて、では次のステップといいますか、せっかく動画で解説してますので日本刀の切れ味をちょっと視覚的に伝えてみようかなと思います。やってみましょう。まずはきちんと切った場合ね、きちんと切れば当然切れます。だいたいこの切り口でその人がいかに綺麗に切れてるかが分かるわけですが、次行ってみましょう。刀を落とすだけ、刀を落とすだけで刃がどれだけ食い込むのかですね、日本刀の重さだけでどれだけ切れるのかを見てみましょう。ちょっと手を離しに行ってみて、これだけほぼ半分まで食い込んでますね。重さだけでも本当に簡単に切れてしまうわけです。なので先ほどお話ししたいかに力を抜いて切るか、当然力を抜くのと例えば手を緩め切ってしまうだとか、そういうのはまた別の話です。力を抜く、力を抜くとは言ってますが、それは単に例えば膝だったり膝が棒になってたら当然体の使い方としてそもそもなってません。肘、肩、そういった関節部もそうです。そういった部分をいかに自然に使えるかどうか、体の軸を使えるかどうかというのが大事になるんですが、それはまた別の居合の話となってくるので、今日はあくまでも刀を力を抜いて、もう一度いってみましょう。今度は切ってみます。力を抜いた状態で刀の切れ味だけを使う。僕の方も力みは一切入ってます。自分の力みは一切なしでも刀は切れてくれるので、今切れてないやないかツッコミが聞こえた気がしましたが、こんな力の抜き方、人が目で見て分かるほどの力の抜き方でもこれだけ切れるわけです。さあ、というわけでなんやかんやとうんちく垂れましたが、結論、日本刀は痛めずに使ってほしい。本当に最初のテーマその通りです、刀の切れ味視覚的にしかお伝えできませんが、すごく切れます。本当に切れます。ただそれはあくまでも刀を道具としてきちんと使えるかどうか、この点に限っていきます。やみくもに振って誰でも簡単に切れるか、そういうわけではありません。そもそもそれが刀の正しい使い方でもありません。なので日本刀をこれから所持していく、いや今の時代みんな日本刀持ってると思いますが、ない方ぜひお静かになんですが、日本刀の所持してみた、じゃあ物切ってみましょうとはならないでほしいわけです。刀の使い方をきちんと教わった上で刀を使ってみてほしい。ただそれを、今日は皆様にお伝えできればな。割と真面目に刀をですね、使っては曲げて、使っては曲げてとされている居合の方とかね、結構いらっしゃるので、そうではなくて、もちろん練習でその過程があるのは仕方ないけれども、
だからといってやみくもにするのを推奨するわけではない。日本刀を極力大事に大事に大事に使っていただければな。そして、できればそういった刀は現代刀がいいかなと僕は思っています。現代刀だから曲げていいわけではないんですよ。100歩譲って現代刀でそれなら練習した方がいいんじゃないかなという一刀屋の意見です。それくらい刀を大事にぜひ扱っていただければなと思います。そして、刀屋がそんなにスパパパパッと切れるものではないよという現実も一つ知っていただければなと、そんな動画でした。さあというわけで最後、せっかくですからこの罠を切って今日の動画締めくくりにいたしましょう。いるね、おまけ動作と言いつつですが、せっかくなので簡単な練習を一つご紹介しておきましょう。基本的にはこの芯に刺さった状態で藁を切る方が多いと思いますが、この上に乗せただけですね。これだったら切るの失敗した場合、失敗した時に刀が曲がりますので、失敗した場合にこっちが飛んでくれます。こっちが飛んでくれればこっちが痛むことはない、なくはないけどほぼないので、おすすめとしては最初慣れてないうち、道場で切る練習するところだったらこんな風にしておいて、最後新人さんとかかな、段位が下の方がたくさんこうやって切らしてくれると思うので、こういう機会に刀の使い方、力を抜いて刃筋を通せるかどうか。あ、刃筋というワードを説明してなかったな。でもそれはまた後ほど説明しましょう。今お話しした、あ、本当はこの刀を持ってこういうことをするのも良くないですよ、怪我しちゃうので。置いて切る、置いて切る、これがすごく練習には持ってこいなので、ぜひぜひ、もしまだちょっと実力磨きたいんだという方はですね、これから練習したいんだという方も、この練習が僕の中で一番おすすめなのでやってみてください。もういいかな。よし。